こんにちは、シュです。今回はポケモンマスターズやってこうかなと思います。でこのゲームね、レベル100にするのがすごい大変なんだよ。私もね、まだ1体しかレベル100にできてなくて、これレベル100にする時の進化素材的なものがあるんだよね。でそれを集めるのが結構大変なんで、今回それやってこうかなと思います。でこれレベル100にしようと思うと、この下から2番目限界突破で、今回この一番左上のレベル85のサマヨル、これをレベル100にしようと思うと、この下の必要素材の一番右側、このジムリーダーのメモ、これがね集めるの結構大変なんだよ。でこれどこでゲットするか分かんない人も結構いるんじゃないかな。私もね、最初 Google で調べたんだよ、ジムリーダーのメモ集め方みたいな。そしたら載ってなくて、これ今ねポケモンマスターズリリースされて次の日なんだよね。まだ1日しか経ってないっていうのもあるかもしれないけど、でツイッターで見てみたんだよ。そしたらツイッターに実際に落ちた人がいて、今回それやろうかなと思います。でこのメモ、これがね目に見えて落ちる場所が載ってないんだよね、このゲーム内で。あ、でもあれだ、1箇所だけある、1箇所だけ目に見えてゲットできる場所があるんだけど、それがこの道具交換だね。道具交換のね、あった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 、このスキルの元、これを100個集めるとこのジムリーダーのメモ1個と交換できるの。今私39個所持してるじゃないですか。でこれ100個集めるの結構大変なんだよね。なんで正直このやり方はおすすめしない。でこのジムリーダーのメモが落ちるとこ、ドロップするところがあるんだよ。なんでそっちで集めた方がいいと思う。ただそっちもね、確定で落ちるわけじゃないんだよ。結構ドロップ率は正直低い。ただどっちの方がいいかって言われると、正直100個交換するよりはドロップで落とした方がいいと思う。でこれが落ちるところがこの右上、みんなで遊ぶのメインストーリー、これの下、たけしの決意。いやたけしなんか決意しっぱなしだよね。なんかたけしジムリーダーもやってサトシと旅に出たり、たけしってあれだよね、確かなんか兄弟めっちゃ多いよね。あとたけし名言も結構あるよね、お前ら人間じゃねえとか。でこれの真ん中ハードで落ちた、この一番下のノーマルで落ちるか正直わかんない。でこれベリーハードがね、私解放されてなくてやり方がわかんないんだよね。ただハードでも落ちる。でベリーハードがね、もしプレイできんなら、もしかしたらベリーハードの方がそのドロップ率はいいかもしれない。で今回ね、このルカリオがすごい、なんでルカリオいいかって言われると、相手がね格闘タイプ効果抜群なんだよ。なんでルカリオで、そうそう、だから結構みんなルカリオで入ってくること多い。でこれね、この今なんだっけ、このルカリオのキャラ、これがストーリーのね第6章をクリアするともらえるんだよ。なんで結構ガチャ引かなくてもいいし、なんか今回対戦ないじゃないですか。なんで割と無課金で全然遊べちゃうから、まあそこはすごいなと思った。ちなみにさっきドロップ率がね低いみたいなこと私言ったかもしれないけど、一応5個必要なんだよ、レベル100にするとき。で私動画で言おうと思って数えてたんだよね、どれぐらいで落ちるかみたいな。でこんな感じだね。まず8周した、8周で1個落ちた、というか8周目で落ちたね。で次7周目で落ちて、で次2周目で落ちた。まあこれは運良かったね、2周目で落ちたので。次20周、これマジやばかったね。これもうバグかと思ったもんね、15周目ぐらい、あもうこれ落ちないバグだと思って。で最後が7周目で落ちた。なんでどれぐらいなんだろうね、まあ8周で1個あたり、まあ20周はさすがに落ちなさすぎたんだけど。おそさ、タクシーね、いきなりバンギラス使ってきたよね、びっくりした。だから8周で1体ぐらいなのかなっていう感じある。だから結構ね大変っちゃ大変。こんにちは、後付けのシュです。私ねいつもねトーク力なくなると後付けするんだよ。でトーク力なくなったんで後付けしようかなと思います。で私ね1日結構ポケモンマスターズやってみたんだけど、いやみんなやってんのかな、どうなんだろうね評判的に。私の感想は、正直やってみた感じ作業感は強いなと思った。まあソシャゲだからねしょうがないのかもしれないけど、今回のレベル100にしようと思うと、もうひたすら周回じゃないですか。なんでその普通の据え置きっていうか DS とかそういうのと比べると、まあどうしてもそういうのは強くなるのかなと思う。まあでもあれか、 DS とかもなんかガチ勢だと卵孵化したりして、まあ作業っちゃ作業なのかもしれないけど、まあソシャゲの方がよりそれを感じたなっていうのはある。なんで続けるかって言われると分かんないね、飽きる可能性も正直結構あるかもしれない。でも今んとこね全然楽しくやってる。
あ、で、これ見て。この3人マルチ特有の必殺技みたいな。これ多分ね、今回格闘タイプ3人いるじゃないですか。で、これ効果抜群かける3。これ格闘タイプ3体だからこうなってんだと思う。例えば水属性2体だとかける2とか、同じ属性かける2になる気がする。はい、で、こんな感じでね、結構ルカリオだと簡単にいける。で、いや、これ最初バグかと思ったよね。これ3人いるから同じ演出入って。すごい最初、おぉ、すげえ、編集かかったと思ったけど、これノー編集だからね。で、ちなみにね、今回はジムのあれ落ちなかったね。まあ、こんな感じでひたすら周回して、レベル100にしてた。はい、バイバイ。